じゃあやりましょう。お尻がね。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を。会社が、あー、たすげえ、なんかあんまね、ラーメン二郎みたいな確かに二郎系キャンプ場だなんだって、もうラーメンやってねって、えやってないうわ、海の匂いがする。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと海見てみよう。笑っちゃってんじゃんホタルイカ通りに来たんだけどな。ほほほほほ。思ってたよりも4倍ぐらい波強いだね。すげえっすね。実は食材ありません。一応仕掛け買ってきました。なんかあっちが釣れるみたいです。うん、あっちが釣りする場所で、いやでも危ないんじゃないですか。みんなあっちまで行ってるらしいですよ。で多分湾になってるから、大丈夫かな。危ないんじゃないですか。まあちょっと行ってみますか。アジぐらいなら釣れるかも。だってほら、一夜干しすれば朝ごはんだから味噌汁作る準備をしたら。やばい。そうなんですよね。まあ酒だけ持ってきたんで。はい、鰹だしも引けるから。うん、あ、いいっすね。フィッシャリーナ。釣りバッグ。いや、食材。食材食材。今日は酒しか買ってきてないから、ね。なんとか。なんとかです。煮付け食いたいよね、カレーの。ここ、うん、どこだろう。フィッシャリーナ。あれ、白い波が今こんにちはしてたよ。今見えたね。見えたね。おかしい音もしてるし。怖くて怖い。ちょっと怖い怖い怖いよ。うわ、めっちゃ飛んできた。これ、そうだね、釣りできる場所ある？そうだね、ちょっと安全な場所を探してやりましょうか。でもどっちにしろ下降りないとダメだよ。おうおう、こちらはさっき石黒じゃなくて上州屋で買ってきたジェット天秤ですね。これにパワー磯目、青磯目だっけ、くっつけてなんとかカレーを釣りましょう。はい。怖い怖い。怖いよ怖いよ。
怖え、釣りどころじゃない。オレーやったぜー、かわいいフグ。フグ、免許持ってますよね。持ってます、免許持ってますけど。サフグ、サフグは食えないな。ヒレタケもダメですか。ヒレタケダメ。いるぞいるぞいるぞ、お前らお前らよっしゃね、え確かに士気が一気に上がったよね。あ、口から入れるんだ。こいつ噛みます？いや、噛むけど、うるせえな、うるせえな。手がすげえ寒いですね、日本海。あざます。嘘嘘。食えんから食えるやつだろ。その中で買えばいいじゃん。ちゃちゃちゃ首に下げて。そうそうそう。仕込んでるでしょ。トラフグ、クサフグマンション、クサフグマンション当ててるでしょ。なんかいるかな。ほら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 、あ、波、あ、波か。波か。いや悔しいね。うん、でも楽しかった。楽しかったね。うん、あったよ。手袋が必要だな。釣りめちゃくちゃいいところで寝れるね。ねえ、しかありませんが、はい、明日ですね。明日行きましょう。やりましょう。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。
富山いいかな。富山の富山湾のこの目の前で酒だけ飲む。これだったら釣りに行けるかもしれません。よし、晴れた。昨日はここで宴会といってもビールしか飲めなかったんですけど、結局めちゃくちゃ飲みました。食材を取りに行こう。